注意するんだぞ。ここがヘルゲート進撃編か。なかなか手強そうなところだな。うつ主、今日のミッションはどこなの？今日はこの、混沌の地獄門をやりますよ。混沌か、マイラウンド気力が減るところだな。ん？君誰？誰だろ？うつ主の知り合い？こんな人知らない？みんな、ひどいよ。冗談だよ。今回のレジェンドウルトラクリア、同時達成を狙うんだろ。イエスター、ウルトラクリア条件が一度も気絶せず、レジェンドクリア条件か、スーパーサイヤ人法のベジータ GT でとどめを刺す。です。よろしくお願いします。の成果を見せてやるわ。このメンバーでいきますよ。気絶対策にクリリン悟空なのね。さらに悟空はスピードカプセル持ちなんだね。イエッサーイエッサー、エリートでまとめてるから、気力回復狙って、2ラウンドで仕留めるつもり、です。ふっふっふっ。うつ主よ、果たしてそんなにうまくいくと思うのかな。バッティは戦闘力ダウンか。よかと、確実に戦闘取りなら、敵二人の戦闘力上がらない奴の方が良くないか。そのバッティ誤って捨てちゃったのさ。え？あのレアバッティ捨てちゃったの。レイム、うつ主バッティ捨てちゃったってさ。こら傑作だ。傑作ね。ふふふ。でしょでしょ。あっはっはっは。てやかましいわ。いやいや、みんな僕にも振ってよ。君誰？誰だろ？うつ主の知り合い？こんな人知らない。ルークかよ。なんだこいつら。はぁ、そうか、わかったぞ。みんなボケ待ちなんだな。どうも皆さん、はじめまして、小栗旬です。さあ、始めましょう。ここ久しぶりに遊びますよ。このミッキーは結構使えます。攻撃と防御で相手の CI 妨害できるのか。ただ、サポートエリアに入れちゃうと効果がなくなるから、そこは注意しないといけません。です。敵の体力が2万4000だけど、そのデッキで削り切れるの。多分いけると思います。これが気力減らしてくるやつか。なかなか厄介だな。これ気力何メモリ減らされるの？確か1メモリだったような。お、今なんでミッキーにソード取らせたんだ。いやー、なんかアバターが光るの嫌だなーって、ただそれだけです。うつ主、時間なくなるぞ。ここは1列目で、準備 OK よ。作戦決定。さてさて、どうなる？先行取られたね。クリリン悟空以外は、しっかりガードしないと、強くないから気絶するぞ。イエッサー、任せて。あ、おいおい、負けてるやんけ。ふふ、クリリンは気絶しないからね。わざと負けてあげたのよ。なるほどな、さすがうつ主や。え、純粋かよ。信じちゃってるね。おお、3倍ダメージか。ここもしっかりガード、です。ギリギリ安定。まあ負けてもクリリン出す。気絶はしないか。問題はこの後ですよ。気力全回復を狙うので、意地でもパーフェクト狙いますです。ニッキー入れてるかわいい。相手は小ボスだ。落ち着いて襲う。だが、いやいや、さっきから君誰？誰だろ？うつ主の知り合い？こんな人知らない。無限ループかよ。さっきから同じことを何回も繰り返す。いやさここぞという時に決める。うつ主ってそういうやつだよな。ってみんな思ったでしょ？思ってないわ。おお、みんなのツッコミも、連携パーフェクトだね。なんちって。僕、女子供は殴らないと決めていたけど、初めてぶん殴りたい奴が現れたよ。私が逃す。殴れ。まあまあ二人とも落ち着いて、霊夢の悪みがあったわけじゃないんだし。あんたのことだよ。で、霊夢なんで笑顔なんだよ。いやー、褒められてくれてます。いや、褒めてないから、なんだよこいつら。まともなの私しかいないのかよ。待ってマリサ、僕もかなりまともだと思う。さあさあ、勝負のラウンドですよ。くだらない茶番はそこまでですよ。あんたが言うなってばよ。バッチ効果発動で、敵の戦闘力ダウンからの、ヒーロースカウター発動で、チームの気力回復です。もし仲間が気絶していたら、このスカウター効果で、気絶を起こすこともできますです。相手がユニット発動してきたね。とは以外の攻撃に気をつけないとな。大丈夫、攻撃もらう前に倒すから、うつ主、頼もしい。ベジータはアビリティ発動させたいので、気力を半分以上残せるこの位置です。なるほど、何も考えてないようで。少しは考えてるんだな。ですです。あまり相手チームを待たせたらかわいそうだぞ。ですね。よっしゃ、行きますか。ああ、これでみんなとお話しするのも最後か。おい、言い方よ。まるで死ぬ間際の、敵なのやめて。カプセルは敵に投げるのか。そんなにチャージインパクト早くしなくても、ベジータとニッキーで十分しよう。
トルカプセル2個発動だ。4人でこすったのに、2個か。そんなことよりみんな、顔すごかったけど大丈夫？いやいや、あんたのな。何それ、面白いね。いやいや、あんたのことなんだけどな。ダメだ、マリサ。僕もう、帰りたいよ。うん、君誰？誰だろう？それやめろよ。知り合い。こんな人じゃない。やかましいわ、僕がマリサに話しかけると、発動するそのシステムどうにかしろや。ヒーローズスカウター発動ね。これで相手チーム全員のパワーを回復できます。です。仲間のアビリティ発動だ。先行取ったのでガード5000アップ。あ、敵が応用の化学式持ってるの忘れてた。大丈夫、アバターの信頼は遅めだから、落ち着いておくんだ。イエッサー。よっしゃ、これでさらに、パワーとガード5000アップです。出た、清楚なカメハメハ。どこが清楚だよ、クソ野郎言ってるよ。まあ、女の子はあれくらいのゲップがあった方がいいよね。いいよね、よくないわ。それじゃあサクッと決めちゃいますですよ。ミッキーの華麗な視覚、カーラーのベジータの圧倒的なスピード。行け、行くんだ、嘘飯。ボタン押せ。ふぅ、こんなもんよ。下手くそか、危なっかしいやつだな。勝てばいいんですよ、勝てば。さあ、必殺技5連発いきますよ。あれ、思ったより減らないぞ。おいおい、これやばくないか。これは、ダメージ足りないね。まだベジータ様の攻撃が。どこで止めてるんだよ、気抜くなよ。うふぬし、気持ち切り替えろよ。まだこの後攻撃が来るぞ。まだあと2回、攻撃を防げればチャンスがあるから、頑張って。いや、ダメだこいつ。敵されて私たちを無視してるぞ。お、やればできるじゃないか。次も集中だ。うふぬし、ファイト。うわ、ミッキーに来たぞ。これは最速来るぞ。終わったか。おしゃー。まあ、ちょっと本気を出せばこんなものですよ。さっきまで不適されてたのに。不適されてないですよ。ちょっと思い通りにならなかったから、イライラして誰とも喋りたくなかったんです。それを不適されるって言うんだよね。まさかの3ラウンド突入か。抵抗は取れないだろうからしっかりガードだ。イエッサー、応用の化学式が発動しないから、さっきより楽ですよ。気絶だけ気をつけろよな。ウルトラクリアできなくなるぞ。わかってますよ。悟空とクリリン以外は、死ぬ気で押しますです。おい、うぷ主、そんなに肩に力入ってたら、肝心なところでミスするぞ。いいか、よくつけ、リラックスして普段通りにやればいいんや。みんな、ありがとう。こんなに優しいみんなのことを、さっきは消えちまえばいいのに、なんて思ってしまってごめんなさい。そんな風に思ってたのかよ。まあ、過去のことが引きにしない気にしない。それこっち側の人間が言うセリフだけどな。よし、最後に一仕事しますか。胸が高鳴るぜ。何言ってんだこいつ。うふぬし、ナイス。あと一回来るぞ。集中しろよな。イエッサー、胸の鼓動が止まらないぜ。当たり前だろ、心臓動いてんだから。ナイス。とりあえずこれで一安心ですね。いや、まだだ。スターキングモードか。よし、これで、今度はこっちの攻撃ね。次の攻撃で本当に終わらせるわよ。サービスタイムは終わったのさ。フリーザか。まあなんでもいいけど、頑張れ、頑張れ、頑張れ。よっしゃー、行くぞー。最後にパーフェクトで決める。そういうやつがヨープ主ってやつは、ってみんな思ってるだから思ってないっす。それにしても、今回はなかなかしんどい戦いだったね。私は正直負けると思ったがな。僕も負けると思ったよ。まさかマリサと同じ意見だなんて。決まった。誰だろ、この流れやめろって。こんなしかしないな。いかないかよ。いつ終わるんだよこのルーツ。デカドラゴンボールに、ナルトネタぶっ込むなよ。キネイマル。はい。神殿を捧げる覚悟はあるか。あるわけないでしょ。キネイマル。はい。でも、その手に持っているのは悪化した芋か。バトル中に芋食ってるっておかしいでしょ。てか、今度は真実かよ。KO。うぷ主、お疲れ様。お疲れだぜ。なんとか勝てたみたいだな。みんなのおかげだよ。
僕らのチームワーク最強だな。ですね、無事にレジェンド、ウルトラクリア達成です。それじゃあみんな、今日はこの辺で解散しようか。これが今回のスコアだ。ウルトラクリアだ。すごいじゃないか。レジェンドクリアだ。スコアがもっとアップしたぞ。一体君はどこまで強くなるんだ。ドラゴンボールをゲットしたぞ。さらにスコアがアップしたぞ。ヒーローバッジのチームボーナス効果でスコアがアップしたぞ。想像以上だ。やはり君いいのが手に入ったみたいだな。